はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、春99です。2週間ぶりとなりましてですね、ボードゲームニュース、2021年6月6日版をね、お届けしたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけでですね、ボードゲームニュース、2021年6月6日版です。2週間ぶりとなりますね。先週はですね、6月ね、新作とね、非常に情報を被っていましたので、1週ほどお休みさせていただきました。というわけでね、結構いろんなニュース入ってますんでね、6月6日版をお届けしていきたいというふうに思います。まずはですね、国内ニュースからです。こちらですね、アクライさんですね、ダイブ完全日本語版ということでね、こちらの方が発表されてましたね。本作は誰よりも早く海を潜る競争ゲームですと、絶海の孤島に伝われる海底の神殿の石を獲得しましょうなんてね、こういうことになってるんですね。これね、非常にコンポーネントにね、特徴があるゲームになっておりまして、こちらですね、ボードゲームギークの方なんですけどね、中央のところはですね、透明のシートになってるんですね。こんな感じなんですね。なので、潜っていくときに上のシートをだん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 めくっていく構造になっていくというところが非常に特徴的なシステムのゲームになっておりました。なので、まあ、ゲームのシステムとね、まあ、コンポーネントが一対になっているという感じですね。アクションポイントを使っていて、下の方へ潜っていって、一番最後のところのね、お宝をゲットすれば勝ちと。まあ、ゲーム自体は20分から30分で、ね、ウェイトが 1.71 になっているので、ゲーマーズゲームではありませんけどもね、非常に清涼感があるですね、独特のコンポーネントになっておるようですね。こちらの方がね、発表してすぐで、もう7月の8日には発売ということになっていましたね。まあ、新作ね、どんどんと出てまいりますね。で、お次こちら、ケンビルさんですね。ケンビルライブがね、先日ありまして、そちらの方で発表されてましたね。運は一瞬の流れ星なのキャッチしなきゃということで、ラッキーナンバー日本語版がですね、今年の夏発売ということになっていましたね。ここにも書かれてます通り、このラッキーナンバーで結構前のゲームなんですね。ミハル・シャハトさんのですね、2012年のゲームになっていて、非常にね、渋いゲームなんですね。ボードゲームアリーナの方でもですね、プレイできるようになっているので、もうすでにね、プレイされた方もたくさんいらっしゃると思いますが、この自分のところですね、4×4 ですね、たったこんだけなんですけどね、4×4 の16マスを早く埋めましょうと、これだけなんですね。で、ゲーム自体はどうするかというと、ここのとこスタックってのは、この山札があるんですが、まあ、ここから1枚取っておくか、誰かが捨てたやつを取っておく。これどっちかなんですね。もうこんだけしかない。で、ここの置くときはじゃあどういうときかというと、どこにも置けないので捨てますと。こういうことなんですね。で、ちょっと面白いのが、これ必ずしも数字の順に並んでなくていいんですよね。左上が小さく、右下が大きくなるように置いていくのですが、自分の上下左右とだけ満たせればいいんですね。だから、ここの3段目に8があって、ここに9があって、9があって、本当おかしいですよね。左上が小さくて、右下が必ず大きくなるんだと、この関係はおかしいんですが、見るのは自分の上下左右だけ見てはいいんですよね。上より大きい、左より大きい、右より小さい、下より小さいと、こういうことになってるので、そこを満たせるようにいち早く埋めましょうと、こういうことなんですね。で、ここのところ微妙な駆け引きがあるんですけど、もちろん運もね、なきゃ勝てないということでね、早速発表されて、私ボードゲームアリーナでスープレイやりましたけども、非常に軽量感のある軽いゲームとしてですね、まあ、持っていてね、ちょっとした隙間にプレイするのも非常に向いてるんじゃないかなと思いますね。まあ、2012年のシャハさんの 1.06 の重さですからね、非常に軽量感のあるラッキーナンバーが今年の夏発売ということになっておりました。で、合わせてですね、こちらの方もですね、ケミルさん発表されてましたね、死者の日の祝祭ですね。こちらの方ですね、パーティー系ゲームの方になっていて、こちらの方が一足早いですね、7月9日発売予定ということになっていましたね。これまたね、非常に変わった連想ゲームになっていて、これね、ドクロのところね、顔のところがパカパカこう開くんですよね。開いたところにこの指定されているキャラクター名を書いていて、そのキャラクターから連想される言葉を下に書くんですね。で、この下の書いた状態で他の人に渡していって、他の人はその連想されたのを見て消して、見て消して、見て消してっていうのをぐる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 混ぜて書いていく。そして最終的に全然違うここに連想のね、言葉がね、最後にここに並んでくるはずですよね。上には正しくなっても、この連想した言葉がね、どんどんとこう変わっていくわけですね。で、それを変わっていったやつから最初のを連想しましょうと、こういう仕掛けになっていましたね。まあ、この死者の日ね、これね、もう向こうのお盆ですけどね、まあ、ここに関するゲームはたくさん出るもんですけども、まあ、現存しない人をですね、連想しながらですね、まあ、忍ぼうという形になっていましたね。まあ、これアートワークに好き嫌いはね、あるかもしれませんけども、この連想ゲームの中は立て続けにね、つなげていって、元のお題をね、連想していくっていうのはね、まあ、当たっても外れてもね、まあ、面白いことは間違いないというタイプのゲームなのでね、これから夏とかね、もっとみんなでね、ゲームができるようになった頃にはですね、楽しめるんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。こちらね、2つの
方がケンビリさんの方から発表されておりました。で、お次こちらですね、電鉄ゲームの田中さんですね、田中誠さんの方がですね、5月の29日の方にツイートされておりまして、グラスロードミニ拡張同梱版の先行サンプルが到着しました。予定通り進めば6月の下旬ないしは7月の発売になると思いますということがね、発表されておりましたね。こちらグラスロードね、前にも何度も紹介しておりますけど、2013年のですね、ウベ・ローゼンベルグさんのね、作品になっていて、非常に変わったね、この彼のゲームの中の若プレイの源流でもなく、重くもなく、パズルでもないっていうね、非常に特殊なね、彼の中のアリューのゲームなんですね。しかしこのですね、リソース管理のところといい、このカードの出すアクションの選択といいですね、非常に見るべきところがある、私の中でも非常に好きな作品なんですよね。でこの日本語版がですね、長らく入手しづらかったのが、日本語版としても再販売されると同時にですね、先ほど言いましたようにミニ拡張セットもついてくると、まあ、こういうことになってるので、これも非常によろしいんじゃないかと思いますね。以前にも田中さんの方でつぶやかれてましたけども、旧版を持ってる方、まあ前のバージョン持ってる方はこのミニ拡張だけも入手できるようになるということもね、書かれておりましたので、まあ、この際ですね、このウィル・ロゼンベルグさんの作品の中でね、ちょっと変わったものをやりたいなという方はですね、この機会には逃さずに入手しておいた方が個人的にはいいんじゃないかなと。これもね、非常にローゼンベルグさんの作品の中でもキラッと光るね、作品だなというふうに思いますね。こちら6月下旬から7月発売予定というふうになっておりました。で、お次こちらですね、ディスカーさんですね。これまたね、びっくりするニュースですね。ザ・ウィッチ・オールドマンの日本語版のですね、国内ローカルへのクラウドファンディングを別途行いますよということになってましたね。こちらね、ウィッチャーズのですね、前日誕に当たるようなストーリー設定のところのボードゲームが出ますよということで、キックスターターの方で募集してますよということになっていました。で、こちらね、注釈の方に書かれてますけども、現在行われているキックスターターのキャンペーンでは日本語版バックすることはできませんと。で、今年ローンチ予定の国内ファンディングを別途ね、待ってくれということがアナウンスされてましたね。まあ、これ早くね、やらないとね、こっちをね、バックしちゃうと結構出ちゃいますからね、こっちの方とは違う、中身は同じだが日本語版っていうのを別に出ますよということになってましたね。まあこれはね、気になってた方多いんじゃないかなと思うんですね。もう金額もね、めちゃくちゃですからね、もう5億円も集めてるっていうね、ビッグプロジェクトなわけですけども、ただし言語依存はね、かなり多そうだということも分かっているので、こちらのところにちょっとね、アクションカードとかもすごいですからね、ちょっと手を出しにくいなと思っておったんですが、こちらの方のウィッチャーのですね、オールドワールドですね、こちらの方の日本語版の方がいずれファンディングが開始されるということになってましたね。まあ、これね、非常に朗報なのでね、気になってた方はこの国内版を待とうということがよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。あとですね、エラッタ系の情報ですね、一つこちらですね、アクラさんですね、禁断の島ですね、完全日本語版ですね、ちょっと懐かしいですね、どんどんと崩れてる島のところからですね、まあ、お宝を入手して脱出しましょうっていうね、マットリーコクさんのですね、まあ、お得意の作品ですよね。最近のですね、パンデミックシリーズの方が著名な人かもしれませんけどね、この手のやつも結構出してたんですよね。で、このですね、この禁断の島ですね、2010年、もう結構前になりましたね、2010年出たやつなんですけども、これのエラッタが久しぶりに出ましてですね、5月の20日ですね、禁断の島完全日本語版を狙ったということで、カードを渡すと手札が上限を超えるプレイヤーに渡すことができませんということがあったんですけども、これは間違いでしたということがあって、誰にでもカードを渡すことができますと、こうなってましたね。私もプレイしたのが随分前だったんですけども、これ要はですね、カード渡していって、まあ、脱出しないといけないということなんですけども、目いっぱい持ってるプレイヤーを渡せないと結構辛いはずなんですよね。私は英語版でプレイしたので、この狙ったない状態でプレイしたのでちょっと分からなかったんですけども、なので、やってみようかなという方はですね、これ結構違うはずなので、手札を超える上限のプレイヤーにもですね、渡すことができるということをね、ご留意いただいてプレイすればいいんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。で、もう一つこちらはですね、ジェンティスにこの日本流通版ですね、こちらのですね、使用に関するご報告と、まあ、表記の修正及び FAQ ということで、ケンビルさんの方がね、出されていました。まあね、一部のね、カード等についてですね、まあ、このカードのね、枚数とかが違ってますよとかですね、まあ、表記がね、正しい間違いがありましたっていうことと、FAQ の方結構出てますんで、その1、その2、その3とかありますんでね、必ずですね、ジェンティスプレイされる方は、こちらの方を印刷しておいてですね、手元の方に置いておけばいいんじゃないかなと思いますね。私もね、もう印刷して手元の方に持ってるんでね、プレイするときはこれを見ながらプレイしようかな、なんていうふうに思ってますね。まあ、いずれのメーカーさんもね、FAQ なりですね、エラッタが出ればですね、早々とですね、こうやって公開いただけるのは、でもありがたいですね。今週のですね、国内ニュースは以上となります。続いてね、海外ニュースですね。海外ニュース一つ目こちらですね、
ドミニオンですね。ドミニオンのですね、これ Steam の方のアプリが発表されましたということになってましたね。リリースがですね、2021年度中ということになっていますけども、まあ日本語版の対応はどうもないようだということになってますが、まあ、Steam アプリとしてドミニオンがプレイできるということになっていましたね。いや、これね、いろんな方の方でね、いや、これも楽しみだと。これ出たらバリバリやってみたいよという方もね、出ていらっしゃるようなので、まあとにかくドミニオン買いにくかったりね、最近はね、いろいろ手は、在庫があるようですけども、まあいろいろ揃えていくとね、なかなか大変だったりしますんでね、手元の方のオンラインとか含めてですね、対戦ができたらですね、まあちょっとね、寝る前にやってみようかなっていうのが、こういったアプリの方でできるというのはね、素晴らしいんじゃないかなと思いますね。私もね、出てみればね、早速購入してやってみたいかなというふうに思いますね。で、元スチームからこちらはですね、ガイアプロジェクトですね。いやー、これもね、まあ出るの、いつ出るの、出たんだっけとかね、まあいうふうに言われておりましたが、こちらの方がですね、5月の31日の方にリリースされましたね。このガイアプロジェクトの方はもう本当にそのまんまの方がプレイできるような状態になっておるんですが、ディグダイストさんの方が今回開発されてるんですね。ここの UI ね、ちょっとね、評判があまり良くないんですね。私の周りだけかもしれませんけど、私ももちろん買ってですね、導入して手元の方で動く状態にしてるんですけども、いまいちね、ちょっとピンとこないんですよね。面白いかどうかという以前に、手番来たんだっけとかね。この計算のところとか、ガイアって結構見るとこありますよね。自分のところの宗教トラック的なとこもあるし、自分の手元のやつもあるし、その全体のところね、次のドロップしたら、ボーナスどれがもらえるとかね、共通ボードもあるしって、見るべきところがこう、たくさんあっちゃこっちゃあって、非常にこのコンピュータ化ね、するにはね、画面が足らないんじゃないかってね、実際の画面より大きいですからね、ボードの方がね、いうところがあって難しいような感じもするんですが、まあ、それであってもですね、UI がこう、バラバラあちこちに行っていたりですね、まあ、日本語化が最初のね、私初日に落としたもんですけども、日本語化が完全でなかったりっていうのがあって、ちょっと残念な、まあ、ギリギリ旧大点かなぐらいの感じに今はなっておりますね。まあ、この後バージョンアップとかねしていただければいいんじゃないかなというふうに思いますけども、ちょっとねこの後どういう形になってくるかっていうのを楽しみなんで、しばらくですね様子を見ながらね時折プレイしてみたいと思いますね。まあ、もちろんね一応基本的には日本語されているのでチュートリアルとか一部されてないんですけども、まあ、概要ちょっと試してみたいなという方はですね、今確かセール中だったと思いますんでね、お試しになってもよろしいかなというふうに思います。で、お次こちらですね、ラーですね、ライナークリスナーさんのね、このセールのね名作の一つ、1999年の作品なんですけども、まあ、このラーのですね、このコマですね、こちらの方ですね、デラックスのね、バージョンのやつがボードゲームギークの方で販売開始になりましたね。まあ、なぜ故に今ラーとかねよくわからないんですけどもね、この例のね引くタイルですよね、こちらの方の引くタイルの方はですね、全部このプラスチックの方ねちょっとデラックス版になりましたっていうのが50ドルなんで、なかなかいい値段にはなっておりますけども、こちらの方が販売になりましたと。それ以外のやつもタイルも全部あるんですね。180枚のタイルと、VP トークンとかね、そのあたりも全部出されてるんですね。まあもちろんラーね、すごい根強いファンの方ねいらっしゃるので、そうしたファンの方向けだとは思いますけども、ちょっと欲しいんですよね。50ドルどうしようかなというね思いもありますけども、こうしたものも出ておりますのでね、ご興味ある方は見てみてもよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてね、海外ニュースこちら最後ですね、Steam App The First of Dim Sum ですね、こちらがね発表されていましたね。まあ、ちょっとね変わったやつですけど、まあ要は蒸し上げろみたいなテーマになってるんですね。このレストランですね、まあジューシーなエビとかですね、まあ肉餃子とかですね、シューマイとかね、まあ要は柔らかいお米とかね、まあそういったものをですね、まあ蒸し上げる天津トップ5のお店ですよということですね。そちらでね各地の食通をね魅了してましたなんて設定があって、まあそのところで言えばセットコレクションでね、すごい美味しい料理を作っていきましょうというゲームになってるんですね。これ全然デザイナーさんもメーカーさんもね、まず全然新しいところのようなので、少しねちょっと興味があって取り上げていましたね。ゲームの中身の詳細そのものはこちらありますので、もうセットコレクション、バリアブルプレイヤーパー、あとバリアブルセットアップのね、まあ、これぐらいしか分かっておらないんですけども、非常に中軽量級ぐらいのセットコレクションのこの料理集めゲームだということになっておりましたので、ね、しばらくこれね注目しながら追いかけていきたいかななんていうふうに思いますね。まあ、最近重たいゲーム多いですからね、こういった軽いゲームのねもっとね着目していければななんていうふうに思います。さあ、今週最後ですね、キックスタッターもありますね。キックスタッターこちらですね、いやー来ましたね、始まりましたね、フォール・オブ・ザ・マウンテン・キングですね。マウンテンキングの落日とでも言うんですかね、いうものがですね、キックスターターの方が始まりました。いやー、これねまだ始まってね、この収録時点まだ間もないんですけどね、まあ、約2000万近い1900万ですかね集まってるということになってましたね。いやー、これねなかなかドキドキしますよね。で、こちらですね、フォールオブザマウンテンキングですね、まあ、こちらの方です、前日談なんですね。いわゆる前のね埋もれてしまったやつ、山のとこ掘り返
返すっていうのはですね、インザホールザマウンテンキングだったんですけども、これはその前日談になってて、まあ、ノームが突然攻撃してきたんですね。そして容赦なかったと、トンネルの方にどんどんやってきて、私たちのですね、もう家をぶっ壊しながらですね、もうどんどん襲ってきて、ドーツクブックスからですね、追い出しやがったなんていうことをやってるんですね。で、いよいよ最後の方にデッドエンドまで追い詰められて、最後のですね、もう逃げるか、もう死んじゃうか、なんていう戦いの時だというシーンになっていて、だから歴史の流れ的にはこの後負けちゃうんですよね。負けちゃったからインザ・フォー・ザ・マウンテン・キングのところに行くんですけども、その最後の落日のところを描きましたということが、フォール・オブ・ザ・マウンテン・キングということになっていましたね。で、前のですね、あのマウンテン・キングの方のね、前作の方とはデザイナーもちょっと違うので、ゲーム的なですね、まあテーマのつながりはあるんですけども、システムデザイナーとしては全く違うということは念頭に入れながら、どういったね、形で仕上がってくるのかというね、非常に興味深いところですね。これまで私もね、出たらぜひね、プレイしたいですね、というと同時に、日本語版期待していいんですかね、なんていうのに思ったりしますよね。さあ、今週の最後こちらですね。こちらもキックスターターですね。イオンズエンドデジタル、ザ・ニューエイジですね。こちらも始まりましたね。こちらの方はまだ140万ぐらいなので、まだちょっと勢いがないかな、大丈夫かなという感じがいたしますけども、こちらの方もスタートしてますね。こちらの方はですね、ここでですね、イオンズエンドの2019年、おととしに出たやつですね。こちらの方のデジタル版だということになりますね。まあ、イオンズエンドはね、デジタル版の方はね、基本セットの方は出ておるんですけども、これも単体拡張なんですね。単体で遊ぶことができますよっていう、このザ・ニューエイジの方のデジタル版の方が現在キックスターターの方で始まってますね。残念ながらこのニューエイジの方はね、まだ日本語版はね、全然ね、計画も発表も何もされてないので、出るかどうかもわからないやつですけども、まあデジタルでちょっと試してみたいなという方はね、まあいずれ Steam かなんかで買えるんでしょうけども、こちらの方もチェックしていてもいいのかもしれませんね。で、そもそもこのニューエイジね、まあ全般的にイオンズエンドね、評価高いんですけども、2019年出て1500投票なんですけど、8.7 ですよね。まあ非常に驚異的なですね、評価を受けているゲームで、重さも 2.92 なんでね、ほどほどでいい。基本的にイオンズエンドで同じなんですよね。新しいボスが出てきたね、新しいアイテムが出てきたね、新しいキャラクターが入ったっていうね、ことになってて、旧版とも混ぜられるので、めちゃめちゃ変わるっていうことはないはずなんですけども、この独特の協力ゲームっていうところね、そしてあのデッキのところがね、リシャッフルできないっていうところ、あそこが受けてですね、どれも人気高いんですよね。なんでこのニューエイジは独立拡張なんで、これからでも遊べますよということになっているので、このボードゲームの方も私ね、私未プレイなんで、どっかでプレイしたいなと思ってると同時にデジタル版もね、まあリリースされたらね、私も買ってみようかな、なんていうふうに思いますね。はい、というわけですね、ボードゲームニュース、2021年6月6日版をお届けいたしました。まあ今週ですね、あの国内、国外、キクサタね、どれのね、ニュースもね、いくつかずつありましたんでね、満遍なくご紹介させていただきました。まあ6月にね、出てくるゲームもね、まだまだたくさんありそうですんでね、また今週からですね、定期的にお届けできればな、なんていうふうに思います。はい、というわけでボードゲームニュース、2021年6月6日版をお届けいたしました。ザ・ゲームチャンネルのハル・キュジクでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャーチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャーチャンネルの春99でした。